もっともっとたくさんの人に歌を届けよう。優勝を目指して。フォロワーが倍になりました。まあ当然よね。でも大会でまだ何も結果を残せていませんよね。あんまり根詰めない方がいいよ。次勝てばいいんだし。私ついに高校入学をガチ決めましたの。プライベート大公開。とにかく行動あるのみ。誰も来ない。どうしてどうして。優勝候補リエラは結ヶ丘の期待の象徴、スターなんだよ。自分に正直に。私だってみんながいてくれたからなんとかここまで成長することができたの。だから始まれ新しい私たち、ラブライブスーパースター2期2022年7月放送スタート。